八重宮司様、約束通り来ました。ご安心を、配下は連れてきていません。それにここへ来ることは誰にも知らせていません。約束通り来ると分かってたぞ。それに何時、ここ数日の間胸がざわついて夜も眠れなかったのではないか。私が当主様を疑うことなどありません。それは憶測です。それで証拠はどこに。ほう、もう一人約束をしてた者も来たようじゃな。これを手に入れるために苦労したんだぞ。さらに渡すといい。自分で判断せ。これは確かに当主様の官印が偽物ではない。抵抗軍、三五宮、前線、どれも一言も触れていない。前線で命を落とした兵士、人々が受けている苦痛、どれも言うに値しないものとでも言うのか。命をなめている。どうしてこんな隠蔽を。もちろんメガリレーを順調に遂行するためじゃ。それらを将軍が知ってメガリレーが廃止になったらならんからの。天領奉行はわざと将軍様に隠蔽を。うむ、メガリレーの遂行で得するのが誰なのか、もう少し考えることじゃな。天領奉行とファデュイの間で交わされてた手紙だ。九条家の当主が隠してたものらしいぞ。どうじゃ、何時の見たかったもの、見たくなかったもの、すべて目の前にあるぞ。よもや見て見ぬふりはできぬじゃろう。私が今まで続けていたことはこんな、こんな、クソ、裏切り行為を許すわけにはいきません。当主に会って直接話してきます。九条サラ、すごく怒ってたな。こちら側に引き込むことは成功したみたいだ。おう、彼女を追ってみよう。待て、ワッパ、まだ話したいことがある。お、何時が初めて一心浄土に入ったのは千手百目心臓の前じゃったな。あの日の情景を再現するんじゃ。千手百目心臓の前で雷電将軍の心を開かせれば勝機は必ずやってくる。これを持っていけ、選別じゃ。これは鳴神大社のお守り、ご利益のあるもので何時のために特別に残しておいたんじゃ。絶体絶命の状態でそれを取り出せば、もちろんわらわに会いたいと思った時に取り出してくれても構わぬ。ひょっこり出てくるやもしれぬな。こんな大事な時に冗談はよしてくれよ、キツネお姉さん。悪いな。ではわらわの愚鈍な友は何時らに任せるぞ。お前たちも来たのか。度胸はあるようだな。お前たちには証人になってもらう。当主への審問が終わるまで捕らえられることはないと保証しよう。だがもしお前たちの言っていたことが非謀であった場合、お前たちは帰れないどころか罪を背負うことになる。ふん、いいだろう。
九条サラ様、当主様からの命により、何人たりともこの先に踏み入ることは許されません。どけ、私は当主に会わなければならない。容赦はせんぞ。踊りなさい。隊列隊列、仕掛けるぞ。運命よ、ここにいてよ。水中玄関。失礼。はっ、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 雨描き型し、左右向こう。分かるかい。運命には逆らいません。運命の曲、活力せよ。雪を前、神里流透明。誰だ、者ども、続け。やめろ、サラ、気が狂ったか。私の禁令を無視するとは。当主様、聞きたいことがあるんだろう。気迫に押されるな。高雪様、私は奉行府の上層とファリューへの手紙を見ました。どうかご説明を。遺失した上層と手紙はお前が盗んでいたのか。では、あれらがすべてあなたの直々に書いたものであり、偽装ではないと認めるのですか。どうか私に教えてください、当主様。天領奉行は本当に幕府を裏切ったのですか。はあ、私は確かにファデュイと連絡を取り合っている。あっさり認めた。メガリレーの発令と遂行に助力すれば、スネージナヤの施設と約束した利益を手に。昔から九条家の地位を狙っている奴らは多くいた。他国勢力の支持が得られる上に、メガリレーを通してこれほど割のいい取引はない。ただお前、あなたはあれほどまで将軍様のことを崇拝していたのに、どうして裏切ったことをそんなに軽々しく言えるのですか。裏切る、これのどこが裏切りだというのだ。あのファドゥイたちは私に利用されているに過ぎない。奴らに何ができると。稲妻の国土において天から雷が降り落ちれば、奴ら、なぜなら我々には天下無双の雷電将軍が、あの無双の人たちがあるのだ。おお、こいつが崇拝していたのは雷電将軍というよりも彼女の武力と無双の人たちみたいだ。では忠義の心はどこに行ったのですか、当主様。私が九条家に引き取られて以来、あなたから臣下としての忠義の道を教わってきました。今思えば、それはただ私に九条家への忠誠を誓わせ、将来裏切ることがないようにするためだ。先ほど言った通りは、自身の醜さと私欲を隠すための詭弁でしかありません。私欲？私は九条家の永遠を守ってきたんだぞ。将軍様はきっと理解し。言いたくなかったんだけど、九条家は
自分たちの力を過信しすぎじゃないか。ファデュイはメガリレーが本当に正しいものかどうか、私も内心疑ったことはありました。私の心にある道義に背いてもやらなければいけないことなのかと。しかしそれが将軍様の示す道である限り、最後まで良し悪しを判断することは誰にもできない。私はそう思ったので。けれど今になって分かりました。永遠の道に終わりはないと。そしてその道はすでにあなたたちの私欲によって汚されています。従ってそれを正すとしましょう。少なくとも今まで私のしてきた決心に報いるためにも。余計なことを考えおって、生きたければ行くがいい。九条家の地位を揺るがすことは誰にもできん。将軍様は今天守閣でスネージナヤの施設を迎えている。稲妻の背後で起きた全ての元凶は宿女だったのか。離島を離れた時、千里さんから言われたことがあったな。勘定奉行が身分の高そうな女。スネージナヤの施設、ちょうどいい。このままこの稲妻から立ち去れると思うなよ。九条サラが行っちゃったぞ。天守閣に乗り込む気なのか。そうだ、オイラたちも行こう。次から次へと。ここが天守閣だと知らなかったら、どこぞの市場か何かと勘違いしていたところよ。少しはお利口さんになったのかしら。あ、九条サラが宿女に。稲妻の民が犯した過ちは私が裁きます。あなたの出る幕ではありません、宿女。それは申し訳ございませんでしたわね、将軍様。はいはい、私のことが忘れられないのは分かってるから、そんなに私の名前を口に出さないでちょうだい。私を恨んでることも当然知ってるわ。しつこい旅人ね。ここであんたと会うのも全く不思議なことだとは思ってないわよ。そんなに急いで将軍様の前で私の罪を暴きたいの？私はただスネージナヤから外交の施設として来ただけよ。オイラたちのこと眼中にないみたいだぞ。私が興味のない人や物事の話はやめてちょうだい。名前すらも他人に覚えてもらえないような小物たちがこの永遠に至るための革命で踏み台となれるなんて、彼らの短い人生からしたら、それはそれは大きな誉れだったのではなくて。将軍様、私の言ったこと間違ってるかしら。昔のことを掘り返すの、あんたって執念深いのね。スネージナや女皇の理想はこの世で最も高貴で純粋なもの。それに比べればあんたの言ったものは取るに足らない、必要な犠牲に過ぎないわ。決着。私もあんたの顔は見飽きてきたところよ。でもあんたがそんな無謀な人だとは思わなかったわ。そんな偉そうなことを言う前に分かってるのかしら。あんたはまだ稲妻にとって最も重要なお尋ね者だってことを。天守閣に押し入り御前で大口を叩くなんて、自首以外の何だというの。あんたと私の間にある差を分かってほしいわ。地位も実力もね。
わかりました。まさかそんな手があったなんてね。あんたもこの国のルールを利用できるようになったってところかしら。かろうじて自分を私と対等の位置まで引き上げるとは。でも敗者は死ぬのよ。わかってるのかしら。旅人じゃあここは甘んじてあんたと一曲踊ってあげるわ。あんたと私どちらかの命が。お望み通り執行官の権能と優雅さを見せてあげるわ。ふめよ踊りなさい。Ela está usando uma proteção, se não me engano, do shield, tá? Só que tem um porém, galera. Ela está usando um negócio de gelo. E pra gente evitar de ser congelado aqui, a gente tem que usar aquelas lanterninhas ali de fogo, tá? Ou a gente fica ali perto pra se aquecer, ou a gente destrói aquelas lanterninhas pra aquecer a sala, tá? É assim que vai ser a batalha contra a senhora, tá? E a gente tem que tomar muito cuidado, tá, galera? Porque esse negócio aqui de gelo, tá muito frio, aumenta muito rápido. Ó, eu destruí a lanterninha e aquecendo um pouco a sala. Mas dá um frio, ó, voltando de novo. Lembrando, tá, galera? Agora não vai ter que ter forma. Já como a gente tá usando o frio, isso daí é uma ilusão que ele tá usando. Em breve a gente vai ter que usar o nosso poder de gelo contra ela. Mas, Tiano, por que você tá usando o poder de gelo contra ela? Já que ela está usando o poder de gelo contra você. Por que, galera? Depois ela vai virar a luz de camisinha. E aí nesse momento aqui agora, galera, que ela se transformou... O que acontece? A gente tem que pegar essas borboletinhas aqui, tá? E bater naquela proteção ali pra quebrar o escudo, tá? Senão alguém não consegue passar a luta. E além da gente ter que se preocupar em derrotar ela, tem que se preocupar com essa porcaria de gelo. Aí, beleza. Agora vai vir a parte legal. Ela vai se transformar na Bruxa de Carmesim, galera. E a Bruxa de Carmesim tem já artefatos que falam sobre ela. Deem as boas-vindas à Bruxa de Carmesim, galera. A Bruxa das Chamas. E agora a batalha vai mudar um pouquinho, galera. Vai ter gente se preocupar com frio, vai ter que se preocupar com calor, tá? Olha a inversão agora. E sim, galera, eu usei a Yaka, a Mona e a Kiki. Pra acabar com o calor, no caso. Aí. E o método é o mesmo do frio. A gente tá fazendo essas lanterninhas, tá? No caso aqui agora, pra esfriar a sala, ao invés de aquecer. Enfim, galera, eu vou dar um corte na batalha pra agilizar aqui pra vocês.私はスネージナヤの施設にいるよ。
私に手を出すのがどういうことか。私に刀を振るなら、あんたの国を、あんたが大事にしてる稲妻を、私たちバディが止まれと言ってるの。これは命令よ。あんた、それにあんたたち、私がこんなとこで。あなたは永遠の敵ですが、勝者の栄誉は認めましょう。生きてこの天守閣から去ることを許します。見逃してくれるなんて考えにくいよな。É serião que ela vai deixar a gente embora? Assim? 空気中に漂う雰囲気がどんどん重たくなってる。É, a signora morreu. Mas é aquela coisa.Certeza não que a Baal vai deixar a gente livre assim? E uma coisa, galera, a luta contra a Baal não, a Signora foi complicadinha, viu? Eu suportei a batalha, galera, porque tava demorando demais, tá? Mas a batalha contra ela foi chatinha, viu? Os oficiais...神の心を集めて何がしたいんだ。おい、旅人、頭が痛いのか。はい、パートボタン、パートボタン。しっかりしろ。やっぱり早くここを離れよう。なんか嫌な予感がする。そういえば、宿女を切ったあの無双の人たち。強すぎてわけわからなかった。あの一撃が本当に無敵なら、ライデン将軍を倒すなんてできるわけない。ミコが言ってたな、オイラたちに千住百目神像の前でもう一回一心浄土に入れって。でも今オイラたち自分の身すら守れない。計画は一旦置いておこう。空気中に電気の流れる音が。息がうまくできない。旅人、大丈夫か。天守閣からざわついた声が聞こえる。何か起きたのかな。あの声、すごく緊張してるみたいだ。何が起きたのか見に行ってみようぜ。いつの日か雷帝に相対する者がこの地上に現れる。隠れ！
finalmente teremos a nossa revanche. Mata oai shimashita ne. Ittai nani ga anata o futatabi watashi no tokoro made kosaseta no de shou? Sono oroka na yuki wa hitobito o kabau tame. Sore tomo 私に謁見するのが目的ですか？おや？よもやそんなことを言うために私を永遠の瞑想から呼び起こしたとでも言うのですか？だとすれば私も見くびられたものです。メガリレーに関することはもちろん、いいえ、私が知っているのは永遠についてのみ。メガリレーの発令も私が黙認したことです。あのファデュイたちの行いは永遠の脅威にはなっていません。さもなければとっくに粛清していますよ。願いとはもともと永遠にそぐわないものです。あなたはまだ気づいていないかもしれませんが、願い神の目を摂取すること自体は命を奪うことではありません。命を落としたのはむしろ願いを追い求めた者たちではありませんか？旅人さん、あなたは確かに特別な存在として私の目に映っています。あなたの身には数えきれないほどの不確定要素があります。であれば私は別にあなたに理解してもらおうとは思いません。そう、そんなことも知っているのですか。まあ別に構いません。大方私の意思を動揺させる隙を探っ、いいでしょう。永遠に背くもの、あなた。 Vem pro X1, minha filha. Vem pro X1 que eu tô quente.Enfim, galera, é o seguinte: como a gente fez o treinamento antes com a Bayai, a gente tem que fazer aqui o seguinte: a gente tem que lutar contra a Shogun, provavelmente dito, né? Óbvio. Só que também tem que ser, sobreviver aos ataques dela, tá? Até um determinado ponto, tá? É a mesma coisa da batalha que a gente já teve com ela, tá, galera? Só que no caso aqui a gente já sabe mais ou menos, né? O moveset dela.O que a gente tem que fazer aqui é se defender e atacar. Enfim, vamos pular aqui essa parte que vai demorar, tá? Então, rapaziada, eu dei um corte no vídeo pra utilizar pra vocês. E durante a batalha ela executou a mesma sequência de golpes como ela fez lá na primeira vez que a gente encontrou ela, né? E aqui no caso ela bloqueou tanto o meu Supremo quanto o meu especial, né? Que é o elemental. Assim como da outra última vez. なんじゃ、今さら思い出したのか。ミコ、これはあなたの計算ですか。意識を物体に憑依させる技、誰に教わったか忘れたとは言わせぬ。もしや何時己の願いだけで A の意志にかけるとでも。何時はここにいる。彼らの願いはとっくに何時に宿ってよ。じゃから目を閉じるがいい。メガリレーを廃止してほしいです。いざ
運命は水面に映るので。Vamos continuar a nossa batalha contra ela, só que agora estamos virados no Super Saiyajin com a força das visões, tá, galera? Só que a batalha ainda continua a mesma, tá? Tem que desviar dos golpes dela, sobreviver e bater nela. A nossa força da determinação e da amizade e a ambição. ナンジの負けじゃ、エイ。はあ、ええ、私の負けです。どうして自らの民を、彼らの願いの力を信じてやれぬのじゃ。あれらの願いは距離や空間、さらには時間をも超え、すでに何人にも止められぬもの。それが何時がリーユへの旅で得た収穫か。人間が前へ進み、神が後ろに置いていかれる国か。しかしてなぜわらわたちがそう自分勝手に前に進むことで生じた損失を、あなたも共に見てきたはずです。そう、永遠にのみ。雷光がひらめく場所には影ができます。私は影、無双をもって稲妻の前に立ちふさがる全ての障害を取り除きます。しかし一歩前へ進むたび、何かを失っていきました。そして最後には彼女さえも失ったのです。あれらの事跡は今も雷王の木陰で語り継がれています。しかし失ったものがこの国に残した烙印は今なお燃え続けています。探しましょう。たとえそれが周囲の光だとしても、少なくとも私たちには今があるのですから。彼女はそう言いました。しかし必死に前へ進む国が天理を前にして全てを失ったのを私は見ました。雷光を保つためには時を止めるしかないのかもしれません。今とは儚い幻想であり、永遠のみが天理に最も近づけるのです。私はもう影ではありません。この身こそ意図尊き存在、天下を太平せし者、臣民に夢を与えると誓いましょう。未来永劫、不変の永遠を。天理、わらわにとっては皆目見当もつかぬものじゃ。とにもかくにも、何時は自分の愛する稲妻を永遠に守り続けたいだけなんじゃろう。その言い方はあまりにも軽薄です。しかしこの国は果たして永遠に存在する価値のあるものなんじゃろうか。願いを失い、変化を失い、ただ存在するだけの国、そんなものは抜け殻に過ぎぬであれば滅んでも問題はないじゃろう。巫女、その妄言を撤回してください。未来永劫、変わることのない永遠、私が臣民に誓った約束です。しかし何時の臣民が必要としているのは、何時の約束などではなく、何時の眼差しじゃ。神の目ですか。人の寿命は100年のみ。彼らに過去を背負えるほどの力はありません。私は全てを経験したからこそ、彼らを正しい永遠へと導くことを選んだのです。はあ、
じゃが永遠は何時にとってあまりにも残酷すぎるぞ。へい、私？何時は俗世の者どもに目を向けぬようになっただけでなく、己何百年もの間ここで一人寂しかったじゃろう。しかしこれは必要なことで、前へ進まなければ逃す者も多いじゃろう。ここで永遠にとどまる何時も失い続けていると言えるのではないか。そんな孤独に耐えながら、その時間軸を永遠のために無限まで伸ばすなんぞ、わらわに話せ。なぜここの空がかつてあれほどまでに暗くよどみ、そしてここは何時の一心浄土、何時の内なる世界であれば、もうとっくにここの孤独に耐えられず、本心ではわらわにあえて嬉しく思っておるのではないか。私は何も言うことはありません。わらわにはあるぞ、数えきれぬほどの話が。そうじゃ、数百年もので、千個の記憶力はいいんじゃ。数百年の些細なことまで覚えておるぞ。じゃから話すのにも数百年かかるじゃろう。ミコ、実はもうこうして会うことは二度とないと思っていました。あなたに会えたのは永遠の中に生じた変数であり、驚き。やっと素直に認めおったか。なら引き続き友でいてやってもいいぞ。まったく子供じみた会話ですね。ですが、あなたたちの計画に負けたからには、あなたたちの意思に従ってメガリレーを廃止しましょう。しかし永遠について、この国が果たして前へ進むべきかどうかについては、再び最初から最後まで子供じみていたのは何時の方じゃったな。その後ライデン将軍はメガリレーを廃止した。人々の願いはあやつの閉ざされた心の扉を開けたんじゃ。一心浄土以外にあやつは人々の目に永遠を見た。願いがひときわ強く輝いた時、神はその者に眼差しを送る。ある願いは痛みを拭い、正気をもたらし、希望を呼び起こす。ある願いは、たとえそれを持つ者の身が滅び、魂が天に帰ろうと、生まれた時と変わらず、真摯に熱く燃えゆく。そう、永遠に。ライデン将軍の一心浄土で何やってたんだ？メガリレーが本当に廃止になるなんて。そうなのか。オイラ心配してたんだからな。さっきミコがオイラたちのことを呼んでたぞ。お礼を言うためかな。早く行ってみようぜ。またね。ダメ、もう一回。これはこれは、名誉の凱旋を果たした旅人ではないか。神社へはがんほどきに。
前が呼んだんだろう。冗談じゃ。待っておったぞ。ミコも気分がいいみたいだな。そうじゃ。長年会っていなかった旧友と話せたのじゃ。嬉しいに決まっておるじゃろ。ところで、その後聞いたんじゃが、まさかファデュイの執行官と御前試合をしたとはな。その度胸、正面から宿女を倒すとは、汝の実力はわらわの予測を超えておる。まあともかく、勝ったならそれでよい。めでたしめでたしじゃ。やっとファデュイの計画を一回阻止できたな。少なくとも今回は神の心を奪われなかった。待て、神の心と言ったか。それは駒のようなものでは。そうだぞ、ミコも見たことがあるのか。七神が持ってて天空の島とつながってる神の心だ。うん。どうしたんだ。あれなら、わらわが差し出した。え、そうでなければいかにして残氷から汝の命を救ったと思う。残氷は今やファタスの第6位、実力においては宿女よりも上じゃ。わらわは自らの命を懸けて戦うような性格ではないぞ。何を言ったらいいのかわからない。エイが人形を作ってから神の心を置いておける場所がなくなった。かつてエイと最も親しくしていた友であるわらわに、エイはその神の心を渡したんじゃ。なるか、あやつはもともともう神の心の力を必要としておらんかった。あやつによれば、もう天空の島とは連絡を絶っているそうじゃぞ。であれば、神の心は争いを招く無用なものに過ぎぬ。そんなものと計画の核心となる人物を引き換えることができるのなら、割り結果から見れば、わらわの儲けじゃな。そう言われるとそうだな。オイラも旅人は神の心よりも大事だ。はぁ、仕方ないな。もう今さら取り戻せないみたいだし、過ぎたことを考えても意味ない。そういえばミコ、まだオイラたちを呼んだ理由を聞いてなかったよな。お礼のためじゃ。本当か。ナンジラがテイワット全土を旅するというのなら、稲妻の旅も一段落ついたことじゃろ。お礼として、この先の道のことでも今までの疑問のことでも、わらわがナンジラに答えようぞ。何か聞きたいことはあるか。人形の将軍を作った技術は今では失われている知識から来たものじゃ。神であるあやつにしか分からぬことなのかもしれぬ。じゃが、なんじらが興味を持ちそうなことはなくもない。エイが自身の神の体を改造する前、原型の人形を想像したことがある。じゃあライデン将軍は3人いるのか。いや、あの原型はただ実現性を確認するためのもので、見た目も知能もエイ自身を設計に作られたものではない。当時の計画ではそれを直ちに廃棄する予定じゃった。しかしエイはそれを残酷と思ったのか、それの体内にある力のみ封印すること。その後、あれはただの人のように己の意志を頼りに稲妻の土地をさまよい続けた。ファデュイに目をつけられるまでは。ファデュイ、
そしてその原型の人形はファデュイたちに調整され、力の封印が解かれたんじゃ。いや、封印前よりも強大になっているかもしれぬな。うむ、神の造物であり神の心を奪ったもの、原型の人形とは残響のことじゃ。そんなことがあったなんて。そうじゃな、偶然と言うべきか運命と言うべきか。汝のような異教の者が雷神が変わったことを知っているとはな。稲妻の民ですらめったに知られておらぬことじゃ。そう、モラクスが言ってたんだ、雷神バールが亡くなったって。うむ、じゃが事実を言えばバールとバールゼブルは創世の魔人なんじゃ。創世の魔人？彼女らは力を合わせて魔人戦争に勝利し、バールが幕府を設立した後、バールゼブルはバールのおそばとして影武者となった。バールゼブルは何時らも知っているあのエイジャ、そしてバールは名をマコトという。世間からすれば両者は常に一体の存在で、互いを補い合い共に稲妻を治めてきた。魔人バールの名であれ、ライデン将軍の肩書きであれ、常に両者を指すものとみなされていた。あの時、数百年前、わらわが参加しなかった戦争で誠が死んでから、エイが表舞台に出るようになったんじゃ。エイもショックだっただろうな、姉妹だから。エイが変わったのもあの時からじゃ。あやつが失ったものの中で一。そんなことがあったのか。なんかだんだんエイの子、彼女とは長い付き合いではなかったが、印象では優しい神じゃった。そうだったのか。すまぬ、それについてはわらわもさっぱりじゃ。ナンジラの言ったあの神についじゃが、もしナンジラがエイを疑っているのなら、それは少し考えすぎじゃ。エイはナンジラがあったという神の特徴と異なるだけでなく、はるか昔に神の心を自ら放棄しって、それはよかった。さもなければ雷神の眷属としてわらわたちの関係も微妙なものとなってしまうからの。安心しろ、オイラたちお前とは喧嘩したくないから。ナンジラが目的を達成できることを願おう。ナンジの妹の痕跡についてはわらわも持てるすべてのものを利用して調査する。アヤトから借りた週末版の手下も含め、何か情報を手に入れればナンジに通達しよう。これも報酬の一部じゃ。稲妻の後は、そうじゃな、スメールに行くのが楽じゃろ。スメールか、これまでにもたくさんスメールの学者には会ってきたぞ。うむ、スメールは知恵の神を持つ国、彼らの知恵と知識の探求は止まることを知らぬ。じゃがその執着は時に不可解なことにつながることもある。たとえスメールでは知識は資源として統一管理されているんじゃ。知識が資源？うむ、じゃがその決断をしたのが賢者たちか、クラクサナリデビかはわからぬがな。クラクサナリデビ？なんかかわいい名前だな。お？知らぬのか？クラクサナリデビはスメールの信仰する神であり、スメール人が使う彼女への愛称じゃ。何時らも彼女に確認したいことがあるんじゃろう。うまくいくことを願ってるぞ。そうか、わかった。そうじゃ旅人、
わらわが送ったお守りはまだあるか？大事に取っておく。それだけか？わらわはてっきり汝がそれを胸の前の一番目立つ場所にかけ、これは英一と美貌を兼ね備えた八重巫女様からの贈り物だということを、これから会う人。誰がそんなことするんだよ！まあよい。ところで、汝の願いは何じゃ？そうか。じゃがそれは、汝の小さな目標に過ぎぬとわらわは思うぞ。汝にとって願いとは、浮世も正解も超え、運命と共に輝くものであるはずじゃ。汝に神の目がないのは、その願いがまだ生まれておらぬからかもしれぬな。これからの旅で、それを見届けてくるとよい。galera. E assim chegamos ao fim de mais uma história principal de Arconte. E que ainda vai ser continuado. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nos vemos no próximo capítulo. Falou, fui!